13周年ライブの話です。今日寒いよな。な、寒いよな、アミ、うん、寒い。アミタンいます。はい、アミタンと2人、うん、前さ、アミとさ、うん、一緒にさ、うん、ご飯行こうって言ってさ、行けへんかったよな。行ってないな。行きたいな。行きたい。今度行こうね。行こうね。平和です。13周年ライブのことさ、もう覚えてないねんけど、ちょっと火焼きすぎじゃない？うん、めっちゃ空いてる。アミとこうやってやるとこがあった。何やったっけ？現実は厳しい。あ、ここだ。あ、ここがロドスだ。ここで飛べなって。そう。あそこほんまユキノと3人でやるとこやってんけど、ユキノが出へんくなったから、アミと2人でこうやって。結構あの先週の雑談配信の時に結構ライブの話しちゃったからね。うん、一番印象に残ってることは、うん、太陽が坂道を登る頃はしたかった。太陽が道こんなんやろ。あ、踊ってくれる。君はゆっくりと登る頃、でん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 。アミちゃんが私のためにソロライブ開いてくれた。自分はやりたかったけど、え、あれしたかったの、太陽。あとエンドロールしたかった。エンドロール一生こする。今日ちょうど電車の中で見てた。ないと思います。なるほど、来てきた。もろ、なるほど、こんなんね。ありがとうございます。なんやろ。でもバッタリゴーとか好きやったから嬉しかったけど。ねえ、うん。楽しかったね。ループクエスト、違う、ループクエスト2週間後2週間後切ってるわ。あとちょっとです。ループクエスト、ゼップナンバーで、あのびっくりしたんですけど、あの鳥屋って、鳥さん、鳥屋って、びっくり、頑張ります。で次起きられてる。そうですね、私公演もめっちゃ久々だし、休憩公演1ヶ月ぶりやねんけど、ほぼ約3週間ぶりとか、ね、めっちゃ久々。それはこういうあのライブ後2回目。2回目、うん、そうなんや。私はライブ後初めての景気公演でした。ナンバラは出たけど、すごい。だからさ、休憩のみんなとさ、うん、全然会ってない。でもオノビーと全然会ってなかった。なあ、悲しいな。何してるのかなと思ってた、毎日。LINE してよ。会いたかったなと思って。LINE してよ。だから休憩のみんなと会ってないです。うん。あ、今日さ、うん、三次審査から1年なし。うん、こいとつ公園でどうし、え、あのさ、私も前ライブ終わったら覚えようと思っててんけど、うん、出るっていう感じやってんけど、あの思ってるより千秋楽が早すぎて無理でした。まあでも夢中ライブ公演も1回しか出るのか悲しい。ミュウさんと一緒に来ないでほしい。ミュウさんとはでもナンバラも一緒に行った。ミュウさんがナンバラもう一回出てほしい。ミュウさんナンバラ、ミュウさんナンバラ出てください。でも優しかった。あのエドさん初めて出た時にミュウさんが一緒に練習してくれました、前日に。
チーズボーン私も好きです。ミユさんのゴリラ見たような、そんな絶対ゴリラ見たいって言ったら怒られるやん、ミユさんにミユさんに怒られてしまうの。ジュライブコイン一回しか出れへんかって、もうちょっと悲しい。もっと早く私が覚えれる脳みそ持っていたら。やばい、頭回らへん。13周年ライブのこと全然思い出せない。なんかあってんけどな話、うん、忘れちゃった。何だっけ。あ、でもなんか今日なあれ見てて、あのな、トドロキミックスでやった、うん、あのジェネレーションチェンジ、あの17人全員でやったジェネレーション見てた。なんか気合入ってたな。ジェネチェンっていい曲やなと思った。うん、休憩の中で一番振り覚えるの私が。私そんな早くないねんけどな、振り覚えめっちゃ早いよ。早くないよ別に。振りも場所もモノピーが一番早いよ。そんなことない、そんなことないです。ナンバラ遊んでてない。ナンバラを2回本州と次ないから、ナンバラももっと出たいんですけど。新公演もまたあるのでね、新公演もセットリストとかどんなのか気になるような、衣装とかも気になる。うん、まあ休憩して公演も忘れずに来てくださると嬉しいですね。うん、つぼみたち、そうです、つぼみたちがあの忘れちゃった、なんかあの なんちゃらに入ってます。映像があの特典なんかな、分からへんけど。つぼみたち、つぼみたちも好きやな。いやマジ瀬戸いいいいよな。キキ公園、キキ公園最高やわ。あ、公園出たよ早く。全然出ないよ、アミちゃん助けてよ。公園出ないよ。出ようよ。出るやんか。10日ゆきのもでもめっちゃ久々らしい。ゆきのもこの前出てた、一緒に出てない、いたと思う。あれいたんや。いたんや。あら、だからなんかユキノンが久々だから、ユキノンと一緒に出るのも久々。天南の生誕まだ見てないでもあの手紙の泣いてる写真はいな天南タンポポだっけ、あの何ハッピーバースデーの歌でもう泣いてる写真見ました12月3日バタ、あ、はい、おめでとうございます。あ、そっか、もう登録出てるのか。うん、ぜひトゥインクル あのイベントも来てください。ライブとかでトゥインクルでできたらね、いいな。エンドロールは私だけいなかったえ、これネタですからね、あの真剣に受け取らなくて大丈夫です。マジでジェネチェンから泣かなかった店内偉い。確かに確かになおもろ確かに店内やったらジェネチェンから泣いてそうやな。いやー店内いいやつやからな、ほんまに。確かにな、ジェネチンが確かに変なやったらな、ほんまにあるから可能性。まあ天のお誕生日お祝いしたかったな、悲しい。
なんか久々、久しぶり。でも私公園に今月これなんばらっていつやったっけ、なんばら、なんばら10月入ってたっけ、入ってないか、9月30日、やべ覚えてない。公園今その旧規制公園がねあんまりないからかな。まず公園数が前がめっちゃあったんか、なんか久々な気がする。私も久々か、久々か、なんかおかしい、おかしなってきた。なんかライブ終わったらなんか時の流れおかしくなって、なんか日付感覚来る。え、明日さ祝日って知ってた、アミ？うん、知らんかった。私今日知った。え、だって学校なかったら曜日感覚ほんま分からへんくなんねん、マジで。確かにね。そうなのよ。周年で仲良くなれた先輩いますか？なんか仲良かった先輩ともっと仲良くなったみたいな感じか。天なエピソードある？天なエピソード、天なおもろい、てなったの。ただおもろすぎてエピソードしかないねんけど、うん、7位でやめてくさい。おもろ、もうてんのほんまいいやつやわ。巨人ファンですけど、ぜひぜひ。私野球はあんま詳しくない。うん、ウィンクル行きますね、ありがとうございます。一人どんな感じですか、私も知りません。またウィンクル来てください。初見です、ありがとうございます。てんなが本当の海でサーフィンする企画を見たいです。てんな泳げないのでそれは無理です。変な泳げません。なんで泳げないんですよ。レンちゃん泳げしそうやないな。まあ、花火泳げる？うん。泳げるの？スイミング習ってた。すごい。だからアミが溺れたら確かに言ってあげる。うん。アミ泳がれへんから。それな、アミ泳がれへんもんな。私泳げます、うん、前世紀は25メートル泳げた。すごい。アミさん、毛伸び、うん、あるやん、うんうんうん、1メートルとかでしょ。かわいい。でも私水泳を年中年長を1,2,3,4 水泳5年習ってたのに 25m が最大。あめ3年習ってたんだよ。かわいい。3歳4歳5歳6歳。それで泳げへんかった。私は5年習ってたけどクロールで 25m しか泳げません。あめ浮き輪をつけてバタバタしかできない。かわいい。もうそれは無理や、泳げません。それはめちゃ無理ですね。球技が無理なんだっけとか、なんか普通に運動が無理なんです。私運動ができないのよ。でもプールできるんじゃいいじゃん。まあ、でき今はもう泳げへんで、今はもう泳げへんねんけど、うん、ハートありがとうございます。ダンスは運動、ダンスは運動じゃない、ダンスは運動じゃないねんな。ダンスはダンスやね、まあ、うん、ダンスはダンスなんや。ダンスはダンス。アミちゃんプール連れてったり嫌やって。アミプールは行ける、プールは行けるか。入れるけどプールで鬼ごっことかできへん、逃げられへんから。歩くことしかない。なるほどね、うん、でもテンナもこの前プール一緒に行ったけど、なんか最後の方はなんか泳いでたな、浮き輪で。ターンがね、ターンはできたんやけど、あの息継ぎができへんくって25m だから、そのしんどくなって 25m 以上泳げへんみたいな。あの息継ぎが下手くそやねんな多分。久しぶりにホノピーのまとめみたい。まとめいいな、まとめ無理やな。見たい、見たいっていうかさ、できねんねんな普通に。まとめは無理やねん、ほんまに。まとめだけは見逃してほしい。それ以外のことは一生懸命頑張るから、それ以外のことは一生懸命頑張るから、まとめだけはもう見逃してほしい、ほんまに。もうこればっかりは、あの頑張ってはいるんやけど、頑張ってもうできない普通に。マジであの
ほんまに人生飛べたことない、うん、人生飛べたことない。飛べる、うん、あ、そっか、それは飛べるか。雨、鳥は飛べへん。馬飛びは飛べるの、うん、どういうこと。なんか幅が短いのじゃないと。あ、そういうことね、え、縦の幅ってこと。横あ、足が開かへんのこと。足広げられるけど、足広げるのが怖い、ね、あ、そういうことね、うん、飛び箱、私飛び箱飛べないんですって。私飛び箱飛べないんです。でも私さ、真面目やからさ、うん、あの飛び箱の動画とか見てるから。え、偉い、偉いやんな、うん、飛び箱飛んでる、飛び箱飛んでる人の動画とかめっちゃ見てるもん。でも、まあ、どうやって飛んでるか分からへん。なんかピョンって、なんかどうやって飛んでるのってなる。普通に動画見てる。ダンス上手いのに運動家の人が、なんか関係ないんですよ、運動神経とダンスは関係ないんです。もう信じてほしい。馬跳びの時はちゃんと、馬跳びの時こそもう見当たりてほしい。馬跳びだけは見当たりてほしい。他だけ、他のとこは全部見てほしいけど、馬跳びだけはちょっと見当たりてほしい。垂直跳びもダメな。垂直跳びとかしたことないもん。バレエであったとか。バレーボールできる、うん、マシもできない。ボールできない、マシも。いや、アンジュさんはほんまにすごい。アンジュさんすごい。休憩で体力測定企画期待したい。やりたいね。やりたくない。やりたいよ。やりたくないもん。でも私体力はそんなない方じゃないと思うねんけど。ん、体力測定で体力を測るの。もうほら、スポーツセット。うん、何した、スポーツセットって。球技と、あの投げんねん、ソフトボール。ああ、あみ、あれ、あの小学生の頃2メートルとかやってる。ほのぴんも中3の時3メートルやった。でも今9メートルとか。え、マジで、うん、負けたやん、もうすでに。あとは50メートル走と、うん、うん、持久走。うん、持久走懐かしい。あとはね、あ、これ、あ、超大前屈。あと腹筋。ああ、あと握力。握力ね。うん、なるほどね。いや、私ホマピースポーツセット学年最下位やったからな。え、すごそうやね、最下位やった。でもなんかいいねそれ。なんで。なんかはっきりしてる方がいいやん。めっちゃ悲しかったよ、めっちゃ頑張ってやったのに。運動神経は、まあ私もいいって死んでたいねんけど。反復横跳びやとかそう。反復横跳びもあった。反復横跳びとか覚えてんのやった記憶ないねんけど。こういうやつ、わかるよ、わかるよ、あれやろ、ちゃん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 やろ。あみたん握力5ぐらい。うん、どのぐらい。右手が8で、 8？ 左手が9。あみの握力は8と9らしいです。赤ちゃんやん、マジで。1年生から変わらんねん、小学。マジで赤ちゃんやん。さすがに私もそれぐらいじゃないと思うわ。握力は多分あると思う。ちょっとかわいすぎるやろ、8と9って。赤ちゃんやん、普通に。なんか1回10ぐらい、うん、11とかに行ってんけど、うんうん、また戻ってきた。ほら、かわいいやん。マミ手もちっちゃいもんな。うん、手は平均身長。あ、そうなんや。多分あまり手比べしないよね。多分ほのぴちっちゃいよ、手。ほのぴの方がでかいね。これぐらい、アミよりちっちゃい。うん、アミの方がちっちゃい。確かにマイク落とすんちゃうかって言われてるで、握れへんから。でもバトンしてる時もずっとそうやって立つ時。あ、そっか、バトンも落としちゃうもんな。しかも右手やのに、右利きやのに右手の方が弱いの。バトンって握力関係ないんや。うん、手首。手首か。手首に力がつく。へえ、手首に力がつくらしい。あと腕かな。あ、指じゃなくて。なるほどね、うん、勉強になるわ。うん、アミの渚最高の動画すごかった、あの TikTok の、うん、こんなやつ。うれしい、ほんまに。もっとしてほしい、アミバトンほんまに上手。
いいよな、私もそういうさやつ欲しい、うん、特技みたいな。じゃあ馬跳びしよう。馬跳び無理や。馬跳び連続100回跳べますみたいな。無理なんですけど、無理なんですけど、無理なんですけど、無理なんですけど。でも馬跳びはダジャレ言えるからいいや。確かにそうやな、だから OK やな。うん、うん、OK。中学生の握力は24ぐらいやって全然やん。アミ24でもサーピーも24ないなかった気するわ。19とかやったんちゃうかな、記憶では。握力24で強いな。強いね。逆上がりできひん。逆上がりできたことない人生で一回も、うん、人生で一回もないです。ホノピー役力40秒ありそう。私そんなことないないねんけど私なんか身長も高く見られやすいねんな。足長い。そんなこと言わんと。細いし身長高く見られやすいねん。なんか意外と低いんだねって言われる。そう、意外と普通ぐらい。吸気性の握力ナンバーワンは誰やろ、誰やと思う。天だとか違う。天のやんな絶対。天のやと思う。神天ちゃん。天なちゃうかな。アミタン褒め上手。確かに。アミ上手、褒め上手。かわいい。27分だったら誕生日します。やばい、うん、全然ライブの話しない。でもさ、先週の雑談配信でしちゃったのよ、ライブの話。ね、アミもしちゃった。めっちゃしちゃったから、ネタがちょっとなくなっちゃった。マジで、いろいろ、いろいろ話しちゃったから。ガチャー。握手、握力は手を切ってる。私、手そんな大きい方じゃないんだ、実は。うん。なので、10歳。だから、無理じゃなかったな、握力。鉄道もババオトビもアンジュさん。そう、アンジュさんすごい。私もアンジュさんみたいになりたい。運動神経良かったらやっぱいいよな。うん、アミもでも運動神経良さそうやもんな。いや、悪いよ。小回り効きそう、小回りがピピピピピピって。あのだって、あ、走るのめっちゃ遅いし、あのまあでも泳げへんし。確かに泳げないもんな。頑張って、アミには勝つわ。せめて。でも泳げないと結構不便だね。確かにな、うん、14周年でやってみたい人とか言うたら1年後何やろ、なんかありますか。14周年むず、全部したいなんかパッ、なんやろ、なんやろ、いろいろしたいけど今思いつかない。なんか頭回ってないよ、びっくりするぐらい。逆に私にはどんな曲が似合うと思いますか。かっこいい曲。あ、そう。もうキャラ探し中やから私。じゃあナメクジハートする。絶対回ってこへんやん、ナメクジハート私にはどの曲が合うのか教えてほしい。どういう風に思われてるの。めっちゃ似てた、あのめっちゃ似合ってたよ。ほんまに、うん、ありがとう。これ好き。あ、歩くやつ。そう。どういうイメージを持たれてるやろ私って。うわ、あ、前髪切った。前髪切ったんだ。かわいい。なんか薄くなった前髪。うん、なんか今日前髪分けるの失敗した。でもホノピー似合うよね、前髪は。ありがとう。アミは優しいんです。アミは優しい、めっちゃ。そして明日の朝配信もアミちゃんです。はい、アミです。アミちゃんです。明日の朝配信アミちゃんです。アミちゃんです。あとで写真撮ろう。ん、私自身とロノしてるから、うん、やった、うん、やった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 。え、ホノピー真面
うん、真面目。真面目なイメージ言われてる。意外に真面目。意外にって失礼なんですけど。なんかダジャレ言ってるか。意外にって。真面目だよ。私真面目ってさ言われるのさちょっと恥ずかしいねんけど。なんで？なんかさ真面目でちょっと恥ずかしい。もっとなんか破天荒なキャラでいきたいのに。ちょっとヤンキーっぽい感じでいこうかな。じゃあまずヤンキー。それもちょっとな恥ずかしい、うん、恥ずかしい。じゃあ、うまくいらじゃれ。もうちょっとなんか奇抜なキャラでいきたいねんけどな。落語家とか、ま、それは違うやん。真面目でちょっと恥ずかしいな。なんとなく踊られる。それは嘘やん。私でもよくおっさんって言われる。明日朝何時からやって、アミ、うん、6時半かな。6時半頑張ってくれ。頑張ります。公園入場、あ、そっか、公園楽しんできてください。ヤンキーは、いや、ヤンキーは私、ヤンキーは違う。ヤンキーっていうキャラじゃないねんけど、ちょっと破天荒なキャラで行きたかったけど。え、破天荒、うん、何それ。ちょっとなんか肩にはまってないような感じ。ちょっと調べるわってね。なんかウォーキングマイロード、何、ゴーイングマイウェイや。なんかそういうのかっこいいよな。何言ってんやろ。ちょっとなんかキャラつけようかな、新しく。ダジャレか、ダジャレか落語家みたいな、うん、あ、いいやん。ちょっとキャラ付けしようかな。いっそのこと明日からめっちゃブリッコなってるかもしれない。 いいじゃん。はじめまして、ほのぴーです。はじめまして、もう明日からはじめましていくんや、うんうん、じゃあ誕生日しますか。13 MP さんありがとうございます。12位さん、カズさんありがとうございます。11位ヨシさんありがとうございます。10位シワワンコさんありがとうございます。9位ユウさんありがとうございます。8位不動不屈さんありがとうございます。7位ドカちゃんさんありがとうございます。6位リョウリョウさんありがとうございます。5位 GC プリンさんありがとうございます。4位キクヤンさんありがとうございます。3位星くんさんありがとうございます。2位俊太さんありがとうございます。1位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、どうやってコメント見れるか。あった。じゃあこの後は、うん、ルーム2で配信します。いいね。ルーム2で配信します。うん、配信したいな。しなよ。我が道を行く。でも私我が道を行くタイプでもあんまないねんな、正直。だから真面目って言われるんやろ。真面目ではないよ、でもほんまに。真面目やで。真面目じゃないよ。なんか練習じゃない時は真面目じゃないけど。真面目じゃないんかい。練習になったら真面目になる。それ普通やん、だって。それ普通やん。なんかはっきりできてる、うん。あ、ほんまに？あ、メリハリ？うん、そう？メリハリかでいいんじゃない？メリハリか？うん、ありがとう。それで行くわ、じゃあ。ルームスこの後すぐやります。この後すぐ切り替えたらやります。ブリコノビまたねやって。ブリコノビではない、ブリコノビではないんですけど。全然ライブの話は先週の雑談配信でしてしまってたので、全然ライブの話せずに、なんかこっちが雑談配信みたいになっちゃったんですけど、雑談配信みたいになっちゃったんですけど、まあ、はい、ありがとうございました。公演楽しみ、頑張るぞ。はい、じゃあ終わります。